突破力ね。確かにね、なんかね、これをやり遂げたぜっていう風な達成感とかはまあまあないことはないんですけども、でもそうですね、セルフバックを初めて、生まれて初めてやった時から作業量はある程度増えましたけども、まあ、こんなもんでいいのかなっていう風な気はしますね。あの、毎月20万前後もらっていたサラリーマンの労働とか、それからそこに割いたエネルギーとか意識っていうのは、多分今やってるものの10分の1とか100分の1とかすごくちっちゃいもんだったかなと思います。あ、逆ですね、サラリーマンやってる時に割いた労力っていうのは今のね、やっぱ数十倍とかですね。まず朝4時ぐらいに起きて、まあ、市場に行って6時に店舗に入って、それからパートさんとかが来るね、8時、まあ大体7時半に来ちゃうんですけど、皆さんそれまでに皆さんへのね、指示を用意しといて作業分配すると、朝礼をやったり、まあ、適度に休憩を、まあ、取らせたりで、なんやかんやで落ち着いて昼ご飯食べようかなと思うのが2時とかだったと思うんですよ。2時とかにお昼ご飯食べるんですけども、発注の締め切りがあるんで、まあ、2時半までにはもう数字まとめないといけなかったりね、4時には夕方の売り込みが始まるんで、もう商品加工が始まっちゃうのがそのぐらいの時間、まあ、一体休憩時間に作業してるって状態なんで、客観的に見ると休憩でもなんでもないわけですよね。で、夕方の売り込みが終わって売り場整理して、あ、今日早く終わったなーと、夜9時とどこが早いんやって感じですよね。まあ、そんな日々でしたからね。まあ、それなりにそういうことをしてるんで、他の人と接する時間多いわけですよ、あの、会社に行っててね。ですからそことの関係っていうのが強くなる、そういうのはあったと思いますけども、じゃあその強くなった人間関係と今どういうふうにつながってるかって言ったら、全くつながってないですからね。全くないと。しかもその時の労働の記録も何もないと。 YouTube もなかったですからね、ブログも書いてなかったんで、そもそもパソコンをやってなかったんで、まあ、そういった感じでレバレッジは全く効かないような日々を送っていて、レバレッジが効くのは経営者だけというね。経営者は従業員が何人入ろうが何人辞めようが、まあ、売上や利益っていうのはずっと残っていって、会社としての数字っていうのは残っていきます。データとかね、顧客リストとか、いいですよね、一人勝ちみたいな感じです。で、顧客情報は外部への持ち出しは禁止なんで、その会社一点にですね、数万人という顧客情報は集まってるわけなんですよね。だからその気になったらお中元お歳暮の連絡とかし放題だし、そうですね、今広告とかを紙で売ってますけども、まあ、メールとか LINE で広告打つようになったらさらに利益上がるんじゃないですかね。まあ、いろいろと思い出話言いましたけども、今は私が経営者の立場でその資源を一括してるわけなんですよね、掌握してるわけなんですよ。で、しかもそういうことしてるもんだから作業量は極端に少ないと。セールするときはどこかの業者に頼むことなく、例えばこれからね、30分もかけてセールスレターを書いて一斉送信したら終わりですからね。でもこれ広告を打つとなると、どこの広告業者に選定するかとか、で、どのぐらいの、まあ、画面にするかとかね、で、予算はいくらなのかとか、掲載期間はいつからいつまでみたいな、こんな打ち合わせまでいるわけです。打ち合わせもコストですからね。いやー、そうなると今の暮らしってのは何も突破してないですね。当時に比べたら、20代の時にやり込んだその突破に比べたら何も突破してないと。でも初めてセルフバックをやった時から数えて、いわゆる月収100万円を割ることがないですよね。月収100万を割ることがないのに毎月の消費金額は上がる一方というね。だからあんまり儲からないということですよね、私の人生はね。まあ、家も一括で買いましたしね、車もポコポコ買ってるんで、もうちょっとしたらセルシオも届くと思いますけども、だからミニカーを買うような感覚でね、なんか買ってるような感じですね。で、世の中二極化って言われますけども、その二極化が私外食にかなり出てるなと思ってるんですよ。今回の感染症で多くの外食チェーンは苦しんでますけども、個人商店とかね、高級店とか個室店っていうのは予約が取れないぐらいで、この前予約したらね、食材が十分用意できない可能性があるんで、また後日にしてくださいっていうふうに営業はしてるのにね、断られましたよ。大したもんだなと思いますよね。まあ、確かに食材の問題があって、
まあ、私は結構ね予算がこれぐらいであとお任せっていうパターンなんですよ。じゃ2人で行くから3万円で作っといてくださいとか、3人で行くから5万で作っといてくださいみたいな、ね、だからその金額に見合ったあのコースができなかったら、ネタが強いられなかったらやらないってことなんですよね、うん、余計信頼できるなと思いましたね。いやそういう風にね、なんか全然その突破してないんですよ今、うん、だから自分で突破するべきあの問題を設定してそこに向かっていくということの繰り返しかなと思いますね今ね。まあ、本来そうあるべきですよね。自分で目標を設定してそれに向かっていくはずなのに、会社が設定したもしくは会社が設定させたノルマとかに向かっていくっていうのは、なんとやらされた感の多いことかなと思います。まあ、今の私なら自分が設定した目標も突破するんで、人から設定された目標なんてのはそれ以上に高いことはないと思いますからね。まあ、例えば営業の会社に入って営業の目標数値ノルマ与えられても、私は突破するでしょうねきっとね、それはね。ただやっぱり不遜ですよ。やっぱ人から与えられた目標を突破しないといけないっていうのは、なんとなくね、あの自分の自発的な目標と一致していても、なんかやりたくないなっていう気持ちがね、働く天の弱でございます。やっぱり目標は自分で設定して、それを自分で突破する。そして自分の力量を確かめる。その繰り返しが何とも面白いんで、ビジネスね、手放せないですね。さてと、みんなの銀行に YouTube の広告収入、コンテンツの売り上げと、さまざま商品がある状態で、この部屋から一歩も出ずにね、商売続けれるわけですけども、まさに突破しないといけないのは、この部屋からね、どんどん出ていくという、その扉を突破して出ていかないといけないかなっていうところでまとまりました。いやー、でもね、YouTube って、やっぱそろそろ、上級者がいるには似つかわしくないところになってきたのかなと思いますよね。その動画サイトが、影響力が強くなってきてね、その分だけ規制が強くなったり、まあ無料で使わせてもらってるところもあるんで、いきなりいろんなペナルティーが課せられます。で、今私は YouTube を止められるとなんかがっくりくるんですよね、きっとね。サブチャンネルでできればいいんですけども、アカウントそのものの発行が禁止されることももしかしたらあるかもしれませんので、まあ、そうならないような私の場合は放送ばっかりだと思いますけども、分かりませんからね、それはね。まあ、ですので有料動画サイトもこれからは、個々の利用する目的に合わせて使い込んでいかないといけないかなと、 YouTube 一択ではなくなってきた、そんな時代が来たんではないかなと思いますね。まあ、吉谷さんもね、いろいろ使ってますしね、まあ、そんな感じで突破するべきはそこの扉と YouTube 一存っていうところ、その先入観を突破しなければならないかなというところで、本日はまとまりました。いってらっしゃい。